1961年2月15日の日食は、1961年2月15日に観測された日食である。フランス、モナコ、イタリア、サンマリノ、ユーゴサラビア、アルバニア、ブルガリア、ルーマニア、ソ連で回帰日食が観測され、ユーラシア大陸の大部分とアフリカ中北部で部分日食が観測された。 回気隊が通過した回気日食が見えた地域はフランス南部、モナコ、イタリア北部、サンマリのユーゴスラビア社会主義連邦共和国、アルバニア北部、ブルガリア北部、ルーマニア南部、ソ連だった。また回気日食が見えなくても部分日食が見えた地域はヨーロッパのほとんど、北アフリカ全部、西アフリカのほとんど、中部アフリカ北部、東アフリカ北部、 西アジア全部、南アジア中北部、中国西部と中北部、モンゴル全国、ソ連の大部分だった。ルーマニアがこの回帰日食のために発行したきって、アメリカ合衆国テキサス大学の観測隊は、イタリアのピサで回帰日食を観測した。主に太陽放射の中1センチメートル以下の波長の部分について研究した。当時、コロナの可視光線の常時観測はすでに、 コロナグラフによって解決され、ただミリ波帯の観測に適する機会がまだなく、回帰日食で太陽の光球が隠される時に頼ることが必要だった。イタリアのフィレンツェにあるアルチェトリテン問題も観測した。フランスなどでは多くのニュース新聞は視力損傷、または失明の危険を防ぐため、市民らに現行措置を取るよう呼びかけた。アンソニー・クイーン主演の映画、 バラバの中で、キリストの卓球のシーンはイタリアで、回帰日食の時撮影された。ありがとうございます。